八ヶ岳、八ヶ岳、八ヶ岳、八ヶ岳とも表記されるは、山梨県と長野県にまたがる山海。南北三十キロメートル余りの山体で、大火山群である。深田久也が選定した日本百名山の一つ。八ヶ岳は特定の一方を指して呼ぶ名前ではなく、山梨、長野両県にまたがる、山々の総称であるが、その範囲は、夏沢峠芸南の、 いわゆる南八ヶ岳のみ、南八ヶ岳及び北八ヶ岳の領域、立品山を除た領域、立品山まで含んだ八ヶ岳連邦全体など様々な定義がある。日本百名山でいう八ヶ岳は南八ヶ岳のみを指す。八ヶ岳の由来は八百万などと同じように山々が多く連なる様子から、たくさんという意味で、八としたとも、 幾重もの谷筋が見える姿から、宿にちなんで名付けられたとも、文字通り八つの峰に見えるからとも、複数の言われが存在する。赤岳を最高峰に横岳などで構成。その三様は、夏沢高線と本沢温泉を結ぶ夏沢峠を境界として、北八ヶ岳と南八ヶ岳に大きく分けられる。北八ヶ岳は、樹林帯が三両近くまで続き、 また比較的なだらかな峰が多く、故障も点在する。一方、南厚ヶ岳は、主峰の赤岳をはじめ、横岳、伊央岳、阿弥陀岳の鋭い峰峰や、横岳に四面の大道心、小道心に代表される岩峰群などがあり、急峻な地形となっている。このため、日本有数のロッククライミングの岩場があり、また冬場は、氷漠のアイスクライミングでも知られる量が中心と、 なっている。このように南北の山陽は対照的である。これらのほとんどのエリアが八ヶ岳中心高原国定公園に指定されている。この一帯は火山地帯のため多くの温泉を有している。火山としての八ヶ岳は歴史時代確実な噴火記録は残っていないが、888年に北八ヶ岳の天狗岳が崩壊し、 その結果、松原湖などの湖が誕生したと考えられている。崩壊の原因は噴火とも地震とも言われているが、地震、噴火とも今もって全く証拠が見つからず大きな謎になっている。また歴史上の記録には残っていないが、北横岳には地質的に新しい溶岩噴出があり、最近の研究では600から800年前の噴出と見られている。 広大な裾野には、東側の清里高原や延山高原、西側の富士見高原や竹品高原などが広がっており、夏の冷涼な気候を利用して、レタスやキャベツなどの高原野菜の栽培が行われている。山麓には伏流水が湧くため、特に西南側の裾野一帯にかけて、縄文時代の遺跡が濃密に分布する。長野県側では、井戸尻遺跡や戸り石遺跡がある。 山梨県側では、縄文早々期のカンドリー遺跡、北都市、旧北駒郡明野の村や青木遺跡を、はじめ、処理組織期の天神遺跡、旧大泉村がある。縄文中期には、拠点集落が山陸地域から甲府盆地へ移るが、八ヶ岳山陸でも敷石住居巨群が見られる、上野原遺跡がある。期には、全域的に遺跡数が減少するものの、近世遺跡、 旧大泉村は、集落跡と祭祀施設が複合した遺跡で、縄文時代の精神文化が現れた、排石遺構が見られる。植生は、標高1700メートル以下が、落葉公葉樹林、標高約2500メートル以下が鉱山帯新葉樹林、それ以上が、廃末帯となっている。生学の標高1700メートル付近の一角には、 希少種の八ヶ岳頭皮が自生している。かつては生息していた雷鳥は、廃抹の減少や、登山客のゴミの放置による狐など肉食獣の増加により、八ヶ岳一帯では絶滅したものとみられている。北八ヶ岳の島枯山や縦品山、北横岳では、島枯現象が見られる。島枯は、赤黄山対針葉樹林の白びそ、お白びそが帯状に枯れ、 その島枯れの帯が山頂に向かって長い年月をかけ移動していく現象である。遠方からは山の斜面に何列もの白い島に見える。八ヶ岳には富士山と背比べをして勝利。しかし富士山に蹴り飛ばされて八つの峰になったという神話がある、蹴り飛ばされたの部分はその他にも説がある。例えば、背比べの際に用いた筒、すなわち、 富士山と八ヶ岳との間にかけて水を流し、どちらに流れるかを調べるのに用いた筒を持って、富士山が八ヶ岳を叩いたなど。また、同神話では、縦品さんは八ヶ岳の妹で、八つの峰になった八ヶ岳を見て、泣いて、それが川になり、溜まったのが、諏訪湖とされている。ところで、八ヶ岳の最高峰の赤岳は、国のとこたちの命の山だとされる。 山独の長野県地の市には、赤岳神社里宮が鎮座し、赤岳公の信仰も根強い。なお、神代の頃、八ヶ岳の名をつけるとき、峰が七つしかなかった。そこで東方の山を一つもらい、八つの峰にした。この山を、修玄来山、茂井山という。一方、八ヶ岳には、神話や修玄等に由来する石祠や石碑などが多い。このような神話から、 かつて八ヶ岳は富士山より高い一つの山であって、噴火で頂上部が山体崩壊したという風説、実際、第四期火山としての小網田だけが崩壊し、ニラサキ岩雪流が発生しているが、太古から現在に至るまで存在しているが、現在は複数の火山の集合体である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。